ビー。永六輔です。久しぶりの生土曜ワイド。まずは聞いてくださるあなたとこの番組を作る仲間たちにご挨拶。さてこの番組、午後2時までの5時間半どうぞ程よくお付き合いください。本当に知ったかぶりとかもしたかったんですけど。だからそういうこと、でもね、それをできないぐらい知らなかったんですよ、本当に。楽しかったです、本当に。人に甘えて今まで生きてこなかったんだなっていうことを、こうまざまざと見せつけられるというか、まずどういう最初印象でしたか。最初ですね、はい、A さんとお会いする前は周りの方々にすごく怖い方だとか、本当に勉強しない人とか嫌いですからみたいな、スタッフにすごい言われて、まず脅され、スタッフから。で、 A さんは江戸時代が好きだとか、わけのわからない情報をもらって、全然後から聞いたら江戸時代なんて好きじゃないですって言ってましたけど、でどうしようと思ってたんだけど、もうこれはわからないことはわからないって言わないと多分ダメだと思って、知ったかぶりしても長く生きてる人ってわかるじゃないですか。まあ面白いなと思ってくださったのかもしれないです。話しかけたり、こうこれって何ですかとかすごく聞くから。自然体がすごい良かったじゃないですか、富山さん。はあ、いつも君は自然体だねって半ば呆れられて言われたことはありましたけど。はい、どんなに体調が悪くても病室からでも放送してた方だったんで、マイクを目の前にこうするこう出すと、え、こんなに喋れるのっていうぐらい話すことができたんですよ。だから本当に放送人なんだな、A さんってと思ったし、そう、言葉にしない人なんですよ。別に なんて言うんだろう、例えばこのラジオ一人で聞いてる人とか、そういう人たちに いつもね、土曜日は僕たちここにいるからねっていう感じで、なんて言うの、いつでも別にいつでもいらっしゃい、スタジオにいらっしゃいねみたいな、なんて言うんだろうな、本当に仲間みたいな、みんな東日本大震災の時に、普通通りやりましょうっていう、 A さんは、金曜日に地震だったんですけど、その翌日、一番笑っちゃいけないとか、もうなんかこう笑えないような状況っていう時に、いやもう普段通りやろうっていう、その感じが、なんていうの、なんかうまく言えないけど、あ、これかと思ったのが、なんかこういつも通りだとやっぱ聞いてる人がいかに安心するかっていうのが、その時にすごい分かったんですよ。笑って不謹慎だとか、多分思った人ももちろんいると思うんですけど、でもなんか、あ、こういうのが普段通りのことっていうのが一番こう日常生活で大切なことっていうのが、やっぱりよく分かった出来事でもあったし、こういうラジオがあると、安心できるっていうか、このラジオ聞いててよかったなって、私が多分リスナーと思えたなっていう感じだったんで、なんかそういうことを体でというか、言わずに教えてくれる人、とにかく好奇心が旺盛っていうのがあって、全然知らない人にも話しかけて、それは何ですかって聞ける人だったんで、もう毎日多分赤いサインペンとその自分の手帳で必ず気づいたこと書いたりとかもしてたし、これ以上知らないことあるんだって思う方だったけれども、何かと書いてましたね。とにかくどっかで待ち合わせしたりしても、もう1時間半ぐらい前に来てるんですよ。なんか早らしいですね、入りとかもね。だからもう、
スタッフかわいそうなんですけど結構、うん、そういう時にもなんか喫茶店ちょっと早めに行くと、うん、こう夢中になってなんか書いてたり、うん、あとお客さんと喋ってたりしてましたからね、うん、だから全部自分は人から話を聞いて学んだことを喋ってるだけだから、うん、人から話を聞いたことをそのまま伝えるっていうことを大切にしてた方だったんで、それも A さんが尊敬してる方がラジオやるんだったら、ちゃんと電波の先に自分で行ってそこの人たちの声を自分で届けるようにしないとダメだっていうことをずいぶん昔に言われたことをずっとやってた方なんで、本当に自分でこう自分でそこの場所に行って、だからあの土曜日にラジオ放送でしたけど、金曜日打ち合わせがあったんですけど、あの放送終わったらもうずっと旅に出て、それであの金曜日の打ち合わせにいらっしゃるっていう感じだったんですけど、そこがね、毎週それをされてたと思うとすごいですよね。この時間すべて付き合ってくださるあなた、そして一部分を聞いてくださるあなた、同じ時代の同じ時間をラジオで共有して、そのすべての瞬間に聞いていてよかった、送り出してよかったという思いを散りばめることができたらと考えています。若いスタッフ、そして、関谷君、ラッキー君、山中君、翔平君、954の皆さん、唯一同世代の中村さん、どうぞ、ラジオはテレビより自由です。ご自由にやってください。僕はラジオが NHK だけの時代からテレビの実験放送、そして民放開局と放送の中で生きてきて40数年、学生時代宮本恒一先生に、君が放送の仕事で生きるんだったらば、電波の届く先に出かけて、そこで考えて、そこで考えたことをスタジオに持ち帰れと言われました。それは今までもこれからも大切にしていくつもりです。この電波の届く先は関東一円でも、ここには日本中、そしてアジアからの人々が暮らしています。この番組では僕たちとアジアとの関わりをキムチ、餃子、バナナのレベルでテーマにします。どうぞご協力を。土曜ワイドラジオ東京、A 六助その新世界特選ベスト、 A さんの楽しいお話、優しい声、そしてあの水戸黄門のような笑い声が蘇ります。パラビで聞くことができますので、ぜひ聞いてください。